これがアイトリス城。もう目と鼻の先ですね。巧妙な策や強力な魔法での攻撃が予想されるから、みんな気をつけて。さすがは軍師、頼りになるわね。マクベスと違って可愛いし、いい子だし。巧妙な策か。一体どんないやらしいものなんだろうね。おいゼロ、今は冗談を言ってる場合じゃないぞ。おぼろさん、ちょっとここ見てもらっていい？あら、ほつれちゃってますね。私に任せてください。おお、なんて鮮やかな技だ。これに名をつけるなら、そうだな、おぼろの腕は相変わらず見事だけど、なるべく変な名前はつけないでくれよ。にぎやかで楽しいね。ナバールさんは？騒がしいのはスカン。あのエリーゼさん、私はこういうの結構好きです。皆さんお静かに。これでは軍議が全く進みませんよ。戦いを前に皆気が高ぶっているのだろう。落ち着くまで待つとしよう。皆の心が一つになろうとしているのだ。私も少し気が流行る。ここまでの戦いで俺たちの間には固い絆が結ばれた。国も時代も世界をも超えて手を取り合えた私たちに敵はいません。そうだね、僕らならきっとどんなことだって乗り越えられるよ。どんな強敵だって負ける気はしないぜ。ええ、皆さん行きましょう。間もなくですね、父上。うん、ついに邪竜イビルザーグの力を我が手にする時が来た。寸国の後、王族の血を捧げれば儀式は完成するのだ。ええ、捕らえていたユアナ王妃をここに連れてこさせます。うん、外が騒がしいな。奴らが来たようですね、異界の英雄ども。ようやく来たか、ダリオス。ああ、来たぞ。間もなく儀式は完成する。貴様らの母ユアナの死をもってな。え、どういうことなの？お母様って一体？儀式には王族の血が不可欠。生きている？ああそうだ。そんなこと全部。どうした？どうした？これでは扉を落とせんだ。それなら南北に分かれて進もうぜ。どこかに壁を作っている術者がいるはずです。ミッション開始です。
受けています。城の砲台が動いてる。制圧しないとまずいぞ。いいですか。砲台も俺たちのもんだ。こっちからも砲撃してやろう。兵器を手に入れましたね。闇の壁を消そうぜ。いいですか。クリーター
隊側にも術者がいるみたいですね。早急に倒しましょう。いいですか？解放しました。闇の壁を消さないと先に進めません。早く術者を倒さなきゃ。急いでください。報告します。逃がすものか。報告します。急いでください。やりましたね。苦戦です。助けましょう。まずいね。読みが甘かったから。危機です。守りましょう。苦戦です。助けましょう。これって俺ヤバいんじゃないか。砲台を奪おうと必死みたいだね。守れてよかったよ。気をつけましょう。始めちゃうわよ。
りましたね。なんて活躍だ。アイトリスの伝説に残っちゃうぜ。この結果に満足せず、さらなる未来を切り開こう。玉座の間だ。気を引き締めていこうぜ。よし、行きましょう。選択してください。ここまでか。成果はいまいちだったわね。ミッション開始です。大変、止めましょう。これは何？仕掛けを止めなきゃ。どこかで動かしてるのかもしれないね。四方の砦を探ってみよう。動き見抜けた。我がタイスリー行けばいい。これが白夜の技だ。ミッション開始です。敵の増援です。その剣で俺を切りたそうだな。できると。無水物め。命まで取るつもりはない。だがこの龍馬、全力でお前を倒す。やりましたね。ダリオス、もうやめて。これ以上仲間を傷つけないで。仲間？俺には初めから仲間などいない。戦うのが嫌なら死ね。敵の士気が高いわ。なぜかしら。に指揮官がいるのかもしれないわ。討ち取れば逆に指揮を下げられるかも。ミッション開始です。よっしゃ、任せろ。俺に任せろ。任せろ。
砦が連動しているみたいだね。他の砦も制圧していこう。いいですか？敵の増援です。仕掛けを止めたと安心したか？まだ早いわ。敵はひるんだだろう。制圧しました。これで安心ですね。この調子で残りの砦も制圧しようぜ。いいですか？やりましたね。誰でもできることじゃない。強い信念を持っているんだろうな。この結果に満足せず、さらなる未来を切り開こう。君の力を貸してくれ。ここは私さんです。
大したことないね。やりましたね。レオニー、仕掛けは停止した。早くダリウスを止めて母上を救うんだ。制圧しました。これで安心ですね。やりましたね。さあダリオスを止めましょう。お母様、今助けますから。なかなかやるようになったな。ダリオス、いつまで遊んでいるつもりだ。時は満ちたぞ。時間切れだ。残念だったな。生贄だなんて絶対にさせません。ならばその剣を俺によこせ。そうすればこの女の命だけは助けてやってもいいぞ。今は従うしかないの。それでいい。本当に愚かな奴らめだろうと思ったよ。お母様、ふっふっさせるか。この虫けらどもが。白夜国第一王子として当然の結果だ。これ私たちならきっとこの国を取り戻せるわ。これお前とのつながりが深まっていくのを感じるぞ。これどうかこれからも。これからもこれからも一緒に戦おう。頼りにしてるよ。いらっしゃいませ。どうしましょうか。どうしましょうか。よろしいですか。成功しました。よろしいですか。成功しました。よろしいですか。成功しました。どうしましょうか。また来てくださいね。あなたの野望はついえたわ。ダリオス、目を覚ましてくれ。ダリオス、この始末どうつけるつもりだ。大丈夫ですよ、父上。王族の血ならここにもある。ダリオス、バカだ。自分の父親を手にかけるなんて。さあ邪竜よ、俺の力となれ。これだ、誰も抗えぬ圧倒的な力。手始めに貴様らを叩き潰し、影も残らぬ塵にしてくれる。ダリオスが襲った王は、信じられないわ。何を驚いている。こんな男今となっては必要ない。確かに昔は有能な王として名高く、俺はその陰に隠れていたが、邪竜の力を真に扱えるのは俺のみ。むしろ生贄になれて喜んでいるだろうよ。そんなこと
リオスが言うなんて。俺たちの知ってるダリオスじゃないみたいだ。二人とも弱気になるな。お前たちにできなくて誰にできる。そうだよ、君たちの彼を思う気持ちの強さは僕たちがよく知っている。自分を信じられなくなった時はあなたたちを信じる仲間を信じてください。みんなありがとうございます。そうですよね、ダリオスだってきっと苦しんでいる。私たちで助けてみせる。ああ、それでこそお前たちだ。さあダリオスとの絆取り戻してやろう。あ、ええ。さあ仲良し小良しの時間は終わったか。周りを見ろ、この城の中は再び魔物に大きそう。よろしいですか。よし行きましょう。力が体を駆け巡る。血が沸騰するほどの力が。なんて強さ。もしかしてどこからか力が流れ込んでいるの。どうやらそうみたいだね。彼に力を与えている何かを探そう。いいですか。俺に力を集めろ。全てを滅ぼす闇の力だ。父を殺してまでその力が欲しいか。そんなことに何の意味がある。ダリオス、なぜだい。どうしてこんなこと。ダリオス、話を聞いてくれ。ダリオス、苦戦です。助けましょう。だとなぜわからん。抗議、見抜けた。我が太刀筋
見切れない。屈指が戦闘苦戦です。助けましょう。この私が押されるとは。キラども、貴様らに待っているのは絶望だ。制圧しました。やりましたね。敵を叩け。ミッション開始です。制圧しました。兵器を手に入れましたね。必殺は無水の命令。
そろそろ諦めたらどうだ。貴様らでは俺に傷一つつけられんぞ。敵の増援です。やりましたね。なんという気迫。お前の勇猛さ、しかと胸に刻んでおく。やりましたね。
制圧しました。兵器を手に入れましたね。ダリオスを止めるにも手か。ミッション開始です。必殺オルマタだ。強くなりたかった今しかないんだ。早く俺を撃て。そんなことするもんか。俺たちは何があってもあんたを助けたいんだ。世界が滅んでもいいのか。ためらうな。ダメよ。どうしてダリオスが死ななくちゃいけないの。俺の心が弱かったせいだ。あなたは弱くなんかない。今も戦ってるじゃないの。泣いてる場合か。さあ剣を取れ。それで全てが守れるんだ。それじゃ全てじゃないだろう。俺は絶対に諦めないぞ。あんただって守ってみせる。逃げろ。もう間に合わな。白夜国第一王子として当然の結果だ。私たちお前とのつながりが私たちどうかしらこれ私たちお前とのこれからも一緒に戦おう。頼りにしてるよ。
流。なんてまがまがしいの。危ない。お前たち怪我はないか。ダリオス。すまない。しましたか。この惨状、これではまるで…ルキナ、今のお前は一人じゃない。周りを見ろ。どんな危機だって力を合わせれば乗り越えられるさ。お父様。逃げ出すしかなかったあの時とは違う。二人ともここにいたのね。シーガさん、お母様はどうですか。意識もはっきりしてもう大丈夫よ。こちらに連れてきた方がいいかしら。いや、そのまま安全な場所で待っているよう伝えてくれないか。話さなくていいの。もちろん積もる話はあるさ。でも今。そうね、城下町の敵を追い払ってからお母様に。ああ、己より国を優先する。彼らはもはや立派な王族なのだな。ならば同じ王族たる私たちが遅れを取るわけにはいかん。ね、皆さん。よろしいですか。よし、行きましょう。町にたくさんの異形のものが。任せろ。邪竜が異界の門を開いたんだわ。放っておけば町は壊滅してしまいます。異界の門は閉じましょう。やっぱり異界の門は敵に守られてるね。門の前にいる敵を倒せば門は閉じる。直ちに撃つぞ。ミッション開始です。俺たちの町を守るんだ。異形の者を撃つ。砦を取り戻そう。ダリオス、あなたのためにも私たちは負けない。行くわよ。これで安心ですね。魔物に襲われている者がいるぞ。救い出すんだ。ミッション開始です。他の異界の門も急いで閉じなきゃ。制圧しました。必殺。負けられん。どうかこれをお持ちください。やりましたね。その調子だ。これで安心ですね。クリーチャーを襲うぞ。
になりましたね。建物が治っていく。よかった。他にも道が塞がってたら、龍脈の力で直しながら進もう。これで安心ですね。ミッション成功です。あ、塔が倒れちゃってる。そのせいで入れない砦がありますね。龍脈の力で直せればいい。大きすぎて難しいかもしれん。一つでは無理でも、全部の龍脈の力を解き放てばいけるかもしれないよ、兄さん。ミッション開始です。よし、行きましょう。通れるようになりましたね。制圧しました。生活は終わりにしたいんだ。盗賊が現れたのか。こんな時に盗みを働く気かよ。放っておけば宝を奪われるぞ。急いで止めねばならんな。よし、行きましょう。制圧しました。二人の国を守る思いに、この龍馬も全力で応えよう。そう、東の砦まで逃げたいが、道中に魔物がたくさんおる。報告します。まずい、早く何とかしなきゃ。ミッション開始です。よっしゃ、異界の門を閉じたぜ。これでもう異形のものは増えないな。これで安心ですね。これで安心ですね。ミッション成功です。今度こそ全部の門を閉じたわ。強敵は残らず倒した。これ以上門が開くことはないだろう。あとは残りの砦を制圧すれば。
ましょう。残念、耐えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。どうせ仲間にも見捨てられたんだ。さっさと殺せ。仲間に見捨てられた盗賊か。せいぜい幸運な出会いを祈っていろ。制圧しました。よし、行きましょう。負けることなんて絶対になさそうです。敵の増援です。よし、行きましょう。ある宝箱の鍵を一つ。肩に戻ったぜ。よかった、ミッション成功です。塔が修復されて入れるようになったトイレがあります。取り返しましょう。見切ればいい。これが白夜の技だ。ミッション開始です。早く残りの砦を制圧して町から魔物を追い出すぞ。急いでください。やりましたね。すごいです。あなたのような方が軍を勝ちに導くんです。
これで落ち着いてお話できるわね。勝負だった。二人とも、こんなに立派になって。頑張ったわね、二人とも。こうしてまた会えて本当に嬉しいわ。白夜国第一王子として当然の結果だ。もっとお前とのつながりや、これからも一緒に戦う。どうかこれからも、どうかこれからも、私とも、どうかこれからも、私とお前との絆は運命なのか。君のこと、もっと理解できるようになったみたいだ。いらっしゃいませ。武器を選んでください。武器特性を選んでください。それはできないようです。それはできないようです。武器を選んでください。これでよろしいですか。成功しました。これでよろしいですか。これでよろしいですか。成功しました。これでよろしいですか。成功しました。それはできないようです。武器を選んでください。武器を選んでください。武器特化。それはできないようです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 。ぜひまたいらしてください。というと世界樹よね。なぜあのようなところに。
木の上には神竜の魂が宿ってる。蛇竜はそれが気に入らないの。そうか。皆さん大変です。アイトリス各地に異界の門が開いたようで、異形の者の大軍が出現しています。グズグズしてる暇はない。今すぐ世界中を目指そう。これはものすごい敵の大軍だね。正直数だけ見れば勝負になってない。勝ち目の薄い戦いに皆さんを巻き込んでし、何を考えているのかは知らないが、確かに最初は炎の盾にいざな、今は僕ら自身の意志でここに立っているんだよ。それにあなたたちが折れなければ私たちが負けることはありません。何度くじけそうになっても諦めず。お前たちには私たちがついているんだ。散々暴れ回ってくれたお礼をあの子にしてあげなきゃね。こんなに心強い仲間が大勢いて負けるなんて、よし、俺たちは一丸となって敵の大軍を打ち破るぞ。そして よろしいですか。よし、行きましょう。報告します。俺に任せろ。任せろ。なんて敵の数だ。蛇竜も本気ということだね。意地でも切り抜けてやる。この先に待つ蛇竜を撃つために。報告します。枝葉が伸びて道を塞いでいます。これでは止まれませんね。龍脈の力で道を開くことはできないか。それだよ、さすがルフルザー。龍脈のある砦を落とそう。ミッション開始です。遠距離攻撃を受けています。雷の魔法、早く止めなきゃ大変だよ。雷の魔法か。被害が大きくならないうちに止めた方が良さそうだね。ミッション開始です。ダメですね。ペガサスやドラゴンでは飛び越えられなさそうです。無水のノエル、やはり龍脈を使うしかないようだが、早く砦を制圧しよう。遠距離攻撃が止みましたね。よし、行きましょう。終わりだ。ミッション成功です。通れるようになりましたね。よし、枝葉が消えたわ。これで通れそうね。先へ進むんだ。もたもたしている時間はないぞ。砦を通らなきゃ先に進めないわ。砦を落として門を開きましょう。ミッション開始です。報告します。みんな黒焦げになってしまえ。雷を落としているのは奴らだな。直ちに殲滅するぞ。よし、行きましょう。ミッション成功です。遠距離攻撃が止みましたね。よし、雷が止んだみたいだね。やりましたね。ミッション成功です。よし、道は開けたな。みんな先へ進もう。残るは最後の砦か。だが闇の壁が邪魔で進めんな。闇の壁を作り出している魔導士たちが必ずどこかにいるはずだ。魔導士を探して打ち破り壁を消し去りましょう。
七釜そっくりに。仲間に変身した偽物が砦の門を守ってるってこと？ミッション開始です。制圧しました。やっと制圧しました。制圧しました。制圧しました。終わりだ。制圧しました。Thank you.
ね。偽物は偽物だね。さあ、気を抜かずに魔導士を倒そう。ミッション成功です。やったな。これで偽物は全員倒したぞ。あとは追い倒した魔導士を痛めつけるだけね。ミッション成功です。通れるようになりましたね。これで魔導士は全員倒したはずだよ。やりましたね。闇の壁が消えたみたいです。そんな、ああ俺がもう一人、どういうことだ。必殺一王子として当然の結果だ。お前との絆は運命なんかよりもずっと強い。
なんだ、ここは。邪竜がこの奥にいるの。これは異界の門の中、いや空間が入り混じっているような。異界の門の数が多すぎて時空が歪んでしまっているのでしょうか。へえ、いけない雰囲気だな。危ない気配がビンビンするぜ。何が出てくるかわからないわね。絶対に匠様をお守りしなくちゃ。邪悪な力いっぱい感じる。気をつけて。この中を進んでいかなければ邪竜のもとに行けないとは厄介だな。黙って進むだけだ。ナバールさん、そんなこと言わずにみんなで声かけ合って進もう。そうね、勝っても負けてもこれが最後の戦いならもう少し仲良くしたいわね。カミラお姉ちゃん、勝っても負けてもとか言わないでよ。ええ、ちゃんと勝って終わりましょう。みんなのため、それぞれの世界のために。みんな心の準備はできてるよ。号令は頼んだからね。皆さん行きましょう。今こそ邪竜を打ち滅ぼす時です。ああ、俺たちの力でこの戦いに決着をつけるんだ。よろしいですか。よし、行きましょう。報告します。私が行く。任せろ。見て、邪竜が中央にいるわ。邪竜を目指そう。みんな力を貸してくれ。よし、行きましょう。邪竜へ続く道が遮られてるね。まるで空間がねじれているような。流脈のある砦で力を解放すれば空間のねじれを元に戻せるんじゃないか。よし、邪竜のいる場所へ行くためにまずは砦を制圧しましょう。ミッション開始です。大変、止めましょう。邪竜の力が強くなっているみたいです。あの穴から闇の力を感じるよ。この感じ、ガリオスがアイトリス城で闇の力を得ていたものと同じみたいだね。だとすると傷を癒されてしまう。なおさら放っておくわけにもいかないな。ミッション開始です。やりましたね。これで安心ですね。よし、行きます。よっしゃ、
ね。ミッション成功です。ようやく道が開いたか。もっと力を減らさないとあの竜はやっつけられないかも。そうね、残る穴も閉じてしまった方が安全そうだわ。よし、行きましょう。私は諦めない。どんなに強大で邪悪な存在でも必ず倒してみせるわ。ダリオス、見ててくれよな。みんなを、この国を救ってみせる。滅ぼさせたりなんかしない。お前を絶対に倒します。お前なんかには絶対に負けない。俺たちの絆の力見せてやる。皆さん、行きましょう。邪竜を倒し、全てに決着を。ミッション開始です。これが最後の戦いですね。皆さん、万全を期して臨みましょう。そうだ、周りの砦を落としておこう。少しでも有利に戦えるようにね。ミッション開始です。かかってこい邪竜よ。この俺が相手になろう。開門しました。落ち着いて魔導士を倒せば
この魔法も止まるはずだ。ミッション開始です。苦戦です。助けましょう。突っ込んでしまったか。やりましたね。大変、止めましょう。邪竜が異界の門を開いた。まずいな、魔物が湧き出してくるぞ。敵の増援です。状況が悪化する前に門を閉じてしまいましょう。行きましょう。苦戦です。助けましょう。苦戦です。助けましょう。これじゃまずいな。丸いけど手を貸してよ。通れるようになりましたね。助けましょう。
これで安心ですね。無水丸め、これで全部閉じたかしら。邪竜の力かなり弱まったわね。よし、邪竜をぶっ倒してやる。通れるようになりましたね。やりましたね。これで安心ですね。残念、変えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。これはまさか邪竜が武器を使って攻撃を。本当に武器を使ってきたのなら相性を考えれば有利に戦えるはずです。よし、行きましょう。増援を召喚したようだぞ。厄介だな。増援は皆同じ武器を持っていますね。相性を考えて戦えば敵ではありません。よし、行きましょう。あれ、なんだかあたりの様子がおかしいような。もしかしてあいつが弱ったことで異界とのつながりも弱まってるんじゃないか。そうかもしれないね。だとすると僕たちもうすぐ元の世界に。そんな、お別れってことですか。皆さんの体が。敵の増援です。先ほどとは違う武器を持った敵のようです。皆さん気をつけてください。よし、行きましょう。敵の増援です。そんな、無水丸め、倒すしか方法はないのかしら。残念だけど、それでお別れみたい。最後に私と約束して。この世界を救ったよね。あなたたちならできるよ。敵の増援です。
白夜にもいらしてください。心から歓迎しますから。行こう二人とも。運命はこの戦いで決まる。僕の策はいらないね。全力でぶつかっていくだけだ。大きい二の方、我が手に見せたい。屈指はせんぞ。世界に帰る時が来たようだ。今のお前たちになら俺たちの力はもう必要ないだろう。お前たちがやり遂げたように我々もことをなさねばな。アンヤと白夜の未来のためにも。ずいぶん長い間みんなと一緒にいた気がするよ。たくさんの絆が紡がれたね。ああ、俺たちは最高の仲間だ。元の世界に戻っても決して忘れはしない。また会えることを信じて私たちも行きます。それぞれの世界の未来のために。あなたたちも何があってもお互いを信じ続けてください。この先どんな大変なことが待ち受けていたとしても君たちは一人じゃない。きっと乗り越えられるよ。また会おう。これで終わったのね。いや、ここから始まるんだ。これからは俺たちの力でアイトリスを守っていかないとな。ええ、私ももう逃げたりしない。どんなことだってやり遂げてみせるわ。帰りましょう。ああ、俺たちの城へ。
白夜国第一王子として当然の結果だ。一緒に戦おう。新しく追加されました。ここまで遊んでくれてありがとうございます。とても嬉しいです。ファイヤーエンブレム無双